今日は2024年の4月11日ですね。えー、今日は子ども食堂の日ですわ。まあちょっと晩年を張りしてみたいな感じなんだけどまた、えー、子ども食堂に参加するためにまあね、えー、こう昼からまたね潤祥、えー、寺さん彦根志沙町の潤祥寺さんに。 ちょっと昼からはちょっと無理かもしれんなてい,いうようなそういう状況です。で、えー、さて、えー、今日朝ね、えー、新聞身持って金ついたりしてるんですけど <laughs>、ね、そんなことしていいんかなと思うけどまあ,あそんな感じで朝を迎えましたんですが、えー、そしたらやっぱりあの岸田総理がアメリカに行ってはると。 で国賓待遇でとかか言っっっててねそうたん思国賓待遇で何しに行ったんやって,言って言ったらあのこう自衛隊がアメリカ軍の指揮下に入ってっていうような話で,でやっぱりより,やっぱり、えー、こうアメリカに守ってもらうようにいたしましょうというその度合いを深める強めるっていうような、えー、そういうことを目的に言ってはんのかなみたいなそんなあ新聞のおね えー、見出しばっかり見ぐらいしか読んでないんで中にまたきちんと読んでるわけじゃないんですけどもでまあそんな状況だったのかな、えー、そんなことかなと思います。であの昔やったらね私は若い頃やったら空母カ,カール・ビンソンが佐世保に寄港する時に核を下ろしてから入ってくるんか核を下ろさんとそのまま入ってきとるんかとかね、えー、そういうような話がですね えー、随分と取り立たされたかなと思うんですけども、えー、私の世代だったらこんなもんぐらいかな。でまあやっぱり日本のそういう防衛に対する考え方国防に対する考え方もやっぱりね随分と変化してるんやろうし一般に言われるのは戦争に負けましてですねでそのとあとアメリカは日本を アアジアのスイスに住んねやと思っていたんだけれども何の何の朝鮮動乱が起こったらそんなこと言うたらないでアメリカの方針がコロッと変わっていって <laughs> で、えー、まあ、まあ、今の自衛隊の母体になるようなものができていってでそれまで随分と職業軍人パージとかひどい目に遭わされとった、えー、戦前からの職、えー、戦中からの職業軍人の人なんかがやっぱりね やっっぱり多くの人はやっぱ自衛隊に入ってはりま,す、ね、まあそれでやっぱ生活できるようになってはるということでもありますけど、えー、そんな形で自衛隊がやっぱりできていくでそれはやっぱりあのアジアの情勢がやっぱコロッと変わっていったら日本の状況も変わっていって日本の国防も変わっていって。 でそれはまあ多くの場合アメリカの思惑によって変わっていってるってことですよね。で、えー、今なんかどうしてそこまで、えー、こう国防のことがこう意識されなきゃいけないかいうことになったら、まあ、中国ですね要はね。で中国の脅威がある社会に、えー、日本もやっぱ守ってもらわないし尖閣諸島がどうしたこうしたいってね、えー、いうことがあって。で えー、そういうことになるとやっぱりアメリカにしっかり守ってもらわなあかんさかい言って、えーまあ、岸田さんもまあ国賓待遇でいかはったんかどうかしたらけど、まあ、はねそういうことで、えー、それがアメリカの国益にもなるということでしょうしで日本の国益にもなるということでしょうし、えーね、やっぱ軍需産業日本における軍需産業もこれからもどんどん,進んで、ね、発展していくのかなと。 そんなな感じになってます、ねえーまあこれからもその、えー、ミリタリー関係 <laughs> が、えー、の話題に事欠か,かんようになっていくんだろうなぁということです。で、えー、昨日ねそんな中で「玉坂全王物語」という、えー、シェ、えー セイヤ・ジャータカーという,う,う、ねえー、そういう、えー、禅王物語いう記事を見ましてですねで、えー、これが、えー、っとスマラサーラ長老が、えー、回答でなるもんですねでこれ全部読んどったらなごうなってしもって、えー、大変なことになりますでそしてスマラサーラ長老のコメントまで読んどったらえらいことになりますんで これはまた皆さん読んでもろたらえ,えかなと思いますね、えー。日本テーラバーダ仏教協会の、えー「法話と解説ジャータカ物語の禅王物語」ね。これはナンバー82、2006年10月号です。で、えー、結局何が書いてあるかと言いますと、やっぱりあの慈悲の力によって、えーこう 戦争が収まっていく、えー、侵略非常にこう慈悲深い王様がいはって慈悲深いもや世界に隣の国がその慈悲深いのにつけ込んででこう武器をさらばやれてこう人と人との殺戮によって、えー、国を防衛するということではなくて、えー、まあ,どうあのこう侵略したいのならどうぞみたいな感じで王様があこれもちろん 侵略したいのならどうぞ言うて言わはるのはシャクソンの前哨ね、じゃあ高物語やからね。で、そのシャクソンの前哨の,の王様が非常に慈悲深い、その慈悲深さに打たれて、で、隣から侵略してきはった王様が改心しはるというね、そういうストーリーになっております。で、 えー、こういった物語はあじゃあタとか仏典の中にたくさんあることかと思いますけどもまあねやっぱりあ,あいい話やなとか言ってあ素敵やな心打たれるなというふうに思われるあストーリーなんですけれどもじゃあこれが本当に現実の社会に。 えー、この通りに、えー、なっていってるのかあこれは現実の社会に、えー、の中でこのようなことができていくのかということになると多くの人が夢物語であるというふうに思いがちなんかなと思うんですね。えー、でもまあそれこういったあこうじゃあったかの、まあ、今のこの前後物語なんか読んだものったと思いますけども。えー こういったもんがですねあいい話でしたね感動しましたねっていうことで終わってしまうんやったらまあ言うたら絵に描いた餅ですからねでこれを自分自身もやっぱ今これは確かに防衛って大事なことやなと思ってるわけですで日本の多くの人もやっぱ防衛大事や世界アメリカさんお願いしますって思ってると思うんですけどもでそうやってあの核の傘 それから武力には武力を持って相対し対峙してで、えー、そのおこう武器によってしか平和は維持できないんやって核が欲しく抑止力になって戦争が起こってないんやっていう、ねえー、そういうものの考え方が今体制を占めとるかなとも言いますし自分もそう思ってるところもあるんですけど。 だかねえー、そんなのやったらね、あのー、こう仏教徒である値打ちがないですよね、えー。そんな100年かかるか1000年かかるか知らんけどね日本人間の本性として、えー、その戦争がなくならシステムが出来上がっとるんかもしれんけどねだからそこはやっぱね長い時間かけてでもいいから、まあ、武器が必要はない。 えー、みんなが自分の命と周りの人の命を尊重できるような、えー、そういう共生社会本当の意味での共生社会武器用に頼らない共生社会みたいなものが、えー、やっぱ実現していく方向でもの考えていかんなんな、うんねえー、ただあこれはほら中国の脅威やさ <laughs>、ね、ああ武力もたらしゃないし日本だけで守りきれるわけもないんで、えーねえー、少子高齢化で自衛隊の人ももらえなくてね でまあ、例えば潜水艦乗っていかはる人なんかでもアメリカやったら行政の人が、えー、潜水艦乗る人がいかはるんで <laughs> そしたらあの A というチームがあって A というチームが陸上で休暇を取ってる間に B というチームが、えー、その同じ潜水艦に乗ってでこう作戦行動してるで今度 B 帰ってきたら今度あれ ABC で動いてるやったっけ まあ、とりあえずあの、そうやって、あの船が、えー、こう最低限の補修とか補給とか、そういったものが終わって、きちんとオーバーホールし、えー、オーバーホールでもないか、えー、こう船がちゃんと修理が終わって、補修が終わったら、またすぐに違うチームが乗って、で、また帰ってきてっていうふうにしてで、交代で乗れるぐらい、 え上院になる人がいるらしいんやけど日本少子高齢化でそんなわけにはいきませんからあーなかなか抗体要因がおってどん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 えいつも作戦行動が取れるというような状況にないらしいんですけどもえそんな中でえこう自衛隊のえこう兵員の人があ自衛隊員かごめんなさい <laughs> 自衛隊員さんが え少ない中で、えー、国を守っていこういうことになったらアメリカにやっぱりよ,より深くより強く助けてもらわんなんというそしてそれがアメリカの国益にもかなうしウィンウィンで結構やまへんかということになるんかもしれんけれどもまあそんなことはまあ言うたら無駄な話ですよね。で、えー、そんなわけやからあ、ねえー、今ロシアとウクライナの戦争を見とってもまあ あープーチンは高い武き書いて寝てるわけやからで娘さんも2人いはるけど女性兵士がたくさん出ていく中で娘さんも別に兵隊に行ってるわけじゃないんで、えー、一回話をしましたけどそれに比べると乃木大将なんてのはね、えー、自分の子供さんたちみんなあの戦争で1人残ってんだっけ、えー、だけどやっぱりあの戦争でやっぱ自分の子供戦争に出さんわけにいかないでしょみたいな形で。 やっぱりり戦死してはりますよねね子供さんたちも、ね、1人残ってはったからちょっとそこは記憶はないんですけど、えー、何人かの息子さんやっぱり自分が人の指揮をする上でやっぱり自分の子供が戦争に行かなくなってはいけないでしょということでやっぱり息子さん何人か亡くしてはりますよね。だけどプーチンさん今こんな女性兵士業さんおられる中で娘さん別になんかしてはるわけでもないし自分も高いびきかいて寝てるわけだし。 だからまあ別にあの娘さんどうあっても戦争に行かない決まりもないわけやからあの戦争出すプーチンの娘が戦争に行かないのはおかしいとかそんなことでもないと思うんですけどもそれもそれでまた偏った考え方やと思うんですけどもでもまあやっぱり、まあ、あのそういう人らは高い日控えて寝てるわけでそして、えー、多くの方々がウクライナの人もロシアの人もやっぱりたくさんの人が死なはって。 地雷踏んで、えー、足片足かあるいは両足を失わってでたくさんの人が、ね、こう体の一部、えー、および体の一部の機能それから精神を大きく病んでひどいことになってはるわけです。でそれをやっぱり間近に見てるわけじゃないけれどもやっぱり報道とかみとって心を痛めん人はいないと思いますんで。 国のために死ぬいうのはこれは美名ではあるのかもしれないけどそれが美名美化されていくいうことは今も昔もあることなんかもしれんけどそんなこと何もええことありませんよね。えー、国のために働いてで自分も豊かになっていくっていうのはこれ正しい姿ではないですかね、えー、死ぬことによって国のために尽くすということではなくて。 自分が生きてで国のために働いて自分も豊かになっていくのがいいですよね。でそう思った時に <laughs> やっぱりあの仏教の理想というのは絵に描いた餅にしといたらしょうがないんでどうやったら絵に描いた餅にならんように、えー、これがあ仏典に書いてある字は高いに書いてあることはこれあのおその理想を現実化していくのかということを考えるのが大事なんで。 今日新聞見てああと思ってあなんかやっぱ守ってもらわんのかなと思ったところもあるんですいやまたまたそんな守ってもらわんなんとかそんなことじゃないよね, <laughs> ねついついなんかあの身に迫る現実から守ってもらわんんだと思ったんですけどあそんなことじゃなくて守ってもらわん守ってもらわんないうことじゃなくて、えー、その武力のもとに。 平和があと、えー、いうのは戦争と戦争との間の時間やてね誰か言わはった人はあるけども、えー、そういう,こう戦争と戦争との間が平和ということでなくて戦争がなくなるという意味における平和というのを、えー、実現していくそういう意思をやっぱ仏教徒持っていってでやっぱりその仏典に書いてあることを絵に書いた餅にしちゃいけないよねということをね 今日なんかちょっと引き込まれていくものを感じながら「うん、あそれは違う」と思ったんでえそんなことを感じましたことを今日お話をしました。今日はこれで終わります